一番古い記憶はいつになるだろう。僕は君をずっと見つめていた。次は俺がもっといいのを作ってやるよ。ありがとう。自分が冴えない男だというのは分かってる。彼女が好きなのは僕じゃない。たださきと一緒にいたい。そんなこと気にすんなよ。幼なじみなんだから。都内で大規模な爆発事故が起こりました。警察は容疑者の男を指名で。タケルくんが犯人なの？君のそばにいるわけを、好きだったの、大好きだった。これ以上知らない方がいい。子供扱いしないで。2つのうち1つを選べ。僕はさきちゃんのこと。タケルくん、これからどうしよう。もしよかったら一緒にどこか行きませんか？